おはようございます。私は視覚障害者ケンです。彼女とのデートがあるのに朝寝坊をしてしまいました。ちょうど彼女からメールが届きました。早く返事をしなくちゃ。おはよう、起きたの？人々は、視覚障害者はスマホが使えないと思ってるらしいけど、私たちもスマホがないととても不便です。視覚障害者がスマホキーボードを使いながら感じた不便が、クワーキーケースのおかげで入力するのがもっと早くて便利になりました。朝ごはんを簡単に食べて銀行振込をします。失敗が多かったモバイルバンキングも簡単に使えるようになりました。ソフトタッチで長く使っても不便じゃないし、キーボードの入力も早くなりました。パソコンのキーボード配列と同じなので、順番を覚えなくてもすぐ使えます。スマホのケースの形なので、持ちやすいし、忘れることもないです。クワーキーケースのおかげで彼女に電話をかけるのも便利になりました。クワーキーケースを使う彼女がとても明るく見えますね。皆さんもクワーキーケースでスマホをより簡単に使ってみてください。